リームチャレンジ。すごいいい感じなんじゃないですかね。このとりあえずこの私の両隣は絶対いい。私の台と手がゴッと引いてますしね。スルーと駆け抜け、おっ、はい、お疲れ様でした。120ゲーム483枚です。応援に来てくれたファンの方なんですけども、お二人ともコートを引きまして、ちゃんと2000枚以上お二人とも出している状況ですので、お、一番下まで落ちた。チャンスよこれ。当たるかもね。当たるんじゃないこれは。お、うん、ここか、次か、お、来た、もう一回来る。68ゲーム、これ絶対いいでしょうよ。早い。うわお、安定のケルベロスさんで頑張りたいと思います。よし、いいよ。70で終わりかな。70ゲームでスタートです。まあ2回15枚焼けたからよしとしますか。出玉順調に増えてます。お、あるかもよ。ゴッドないか。お、デジャブ。10乗るね。あー、これで終わりか。終わりだ。110ゲームですね。これ終わり。438枚。
せっかく当たってもね、行かせなかったらな、悲しいな。はいはい、さあ、マジか、マジか。あ、いらなくない？ いや、いいでしょ。絶対ただの輪乗せよ。来るよ、レインボー。レインボー来るよ、これ。あー、ほんとだ。すげえ。ありがとう。今度こそ、103以上。300とか乗っちゃったらもう帰れないよ、これ。いや、帰るし。ここ行ったって。なんか本当に100以外、100以外。ほら。ほら役だ。大体なんでこうなんだろう、いつも。だから、不発展能が私の中では夢があるんですよ。あ、どうした？ダメでした。1498枚。いやー、楽しかった。ラストだよ。せい。おしまい。果たしてこの時間は無駄だったんでしょうか。無駄か。まあ、しょうがないや。しょうがない。ということで、残りのコイン流しに行きます。今日は前回よりちょっと少ないですけど、無事プラスで終われました。お疲れ様です。1546枚。1546枚。さらでナブナブ行きましょうか。いいですか。今日ないのかなと思ってたんですよ。そうなんです。そう、いや、あるみたいなんで。よろしいですか。いいですか。じゃあ1問目。はい。潜水艦がありました、はい、まだ29人しか乗っていないのにどんどん沈んでいってしまいました。なぜでしょう。まあそんなん、そんなのさ、30人なのにさ、その不良品じゃん。謎謎？謎謎なんですかね。気づけばすぐわかるみたいな。なんか潜
潜水艦だから沈むからとか。そう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 、やったやった。そういうことです。イエーイ。そりゃ潜水艦でも沈むに決まってるべ。やった。頭柔らかいかも。やったぜ。ここまで頑張ったけど、この出玉をなくすわけにはいかないんで、最後ジャグラーに行こうかな。ジャグラーじゃー、だからジャグラー、あーいっぱいもう埋まっちゃってるな。どうしようかなー。あーもうすごい。カロダインしますか。最後出玉を増やすべくジャグラーコーナーに移動したいと思います。であんまり空き台がないんですけど、空き台の中でも頑張ってそうなこちらの台で頑張って当たりを置きたいと思います。よろしくお願いします。本当にね、そんなね、全国の方にお祝い してもらえるなんて本当にね、この仕事してよかったなって朝も言いましたけど、レギュラーレギュラーじゃ、舞さんとの約束じゃない。そう、こんな仕事してなかったら本当にね、レギュラーの方にお祝いしてもらえることなんてなかったと思うんで、本当に嬉しいよ。出玉ゼロになっちゃいそうな気配があるんで、これだけでも流しておきたいと思います。本日の結果、なんとなんと、じゃじゃじゃん、100枚切って94枚です。さあ、0枚じゃなくてよかったということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。白鳥さん。いや、本当に自分でも思ってるんで、何してんだよって。今日さ、誕生日でしょ、はい、6月20日。はい、今日は朝一から、というか1ヶ月ぐらい前から収録決まって、これはもうゴッドしかないなって決めてたんだよね。決めてたんですよ、誕生日ゴッド。そう、誕生日ゴッドだけを狙ってたんですけど、まあ引けず、両隣という、両隣ゴッド、両隣ゴッドは確定しました。逆に両隣にゴッドあげちゃったのかな。そうです、発生しました、両隣ゴッド。最初左の方が両隣ゴッド左は最初にすっごい早い左の方聞いて、まあ次右の方だろうなと思ったら本当に聞いた。で次私だろうなって一瞬思ったんですよ。いや違うんですよ、思わなかったの。両隣に挟まれるとで大体ダメなんだよなと思ったら、自分のオカルト、そうオカルトになっちゃって、あそれと思っちゃうからダメだった。そうですね、ダメだった。ってことで、そう両隣ゴッドで白鳥さんは94枚で終了でした。すいません、本当にごめんなさい。もう早めに謝ったけどね。もうダメだと思って。じゃあ工藤舞様は、工藤さんですね、はい、最初まあ絆いきまして、うん、まあなんかマイクの音がねすごいね、肛門ちゃまの音を拾うわけ。はいはいはい。もうなんか絆なのになぜか、え何隣公演モード弾いたのみたいな。すごい気になってしょうがなくなっちゃって、じゃあもう気になったら打つしかないってことで、へー、絆から肛門ちゃまに移動した結果、まあ、それが功を奏したのかプラスで終わりました。それだけプラスかちょっと細かくは計算できないんですけど、1546枚流しました。すごいですね。なので2人合わせて1620枚ということで、はい、この枚数を持ってまた、はい、クイズの方にチャレンジしていきたいと思います。すいません、お願いします。もうみゆちゃん、もうあと残り2回だからさ、ちょっとさ、本当なんですよ、手玉頑張ろうよ。本当そうなんですよ、ね、今4連勝、4連敗4連敗。そんななんかさらっと言われてもさっきも笑顔で大丈夫、94枚です、94枚です。全然笑顔で言うことじゃないよね。舞さんにね、今日どうだったのって時、あ、でも29本負けですって、すっごい嬉しそうに言うんだよね。29本負けてね、笑顔で言える人ってなかなかいない。あんなにでもハーネスと外線打って29本で収まっていることは相当優秀ですから、考え方次第ってことね。そうなんですよ、確かに、まあ、でも残念ながら結果はやっと両隣ゴッドだったな。両隣ゴッドだから、両隣ゴッドっていうキーワード今日何回聞いた。両隣ゴッド、どっちも2000枚オーバー。次は私の誕生日でしょ。そう、それはもう勝ちをプレゼントしてよ。もちろんです、もちろんです、任せてください。そうなの、誕生日や。そうなのか、すごいですよね、誕生日、2人の誕生日がドンピシャで収録っていう、
にもね、誕生日はなかったことにしたいんだけどさ、来ちゃうんだよね。来ちゃうんですよね、わかります、ね、その気持ちは。なかったことにしたいよね、できれば、できれば、ね、うん、残念ながらね、みんな優しいから覚えてくれて、優しいから覚えてくれておめでとうって言ってくれるんですよね苦い顔で、うんっていう、そうね、いつまでありがとうって言えるかな。そうですね、ってことでもう、まだ若いしょもうババアだ、ババア BBA だよ、BBA。 アラサー、ああ、アラサーですね、だよ、アラサーですね、ここは子さんになりました、ここ今。そうですね、うん、そうですね、一個差になりました今。全然見えないけど、いやもうそういうのいらないからそういうのいらないから、マジ年齢のメロクとか書くなよ本当にダメだから、フリじゃないからねね、本当に書かれそうじゃない、まあ、いはい、もうはい、始まり始まり、お願いします。今日目標、あれ今何枚、1620枚からスタートだから残り39万枚ぐらいでしょ、達成できればやば。でもね、今回の読み絶対クイズのレベルが上がってるから今日は3本目止まりだと思うんだ確かに、だって今日で達成したらもう収録終わりねって言われたから終わっちゃう、空気読む。 5はいける、5まではそう、そうね、惜しかったです前回はね、今回頑張ります、頑張る、とりあえず3本目まではオーディエンスなしでいきたいです ね、オーディエンスじゃないよ、ライフラインだ。そう、はい、じゃあいきます。第1問、ニューアイムジャグラー EX のリプレイズ柄の動物の名前は何でしょう。 A ピエロ、 B スノッチ、 C トラッピ、 B イノッチやっぱり今回も D はあれ、イノッチが良かったね、イノッチが良かった、わかる、わかるよ。え、何と何で迷ってる。いや迷ってない、迷ってない迷ってない、スノッチかイノッチかな似てますから ね、似てる、似てますもんね。まあ私もそう思います、スノッチかイノッチだよね、どっちかかなって。スノッチでいいですか。はい、大丈夫なはず、大丈夫なはず。正解は、あーやだB です、 B です。おーよらーもうやばい、今日ちょっと、今日ちょっと意地悪、窓橋に来やがったトラッピーは何だったの。マイジャグ。おらよ、さすが、さすがっす、さすが。3240。危ない、今ここで喜んでちゃダメです。そうですね、第一問ですからね。まさかこんなに一問目で時間を費やすとは本当ですよ。じゃあいくよ、じゃじゃん。第二問、ダーン、寝台の CR キャットに出てくるキスギ三姉妹の三女の名前は、これはすごいわかりますね、はいはい、A、K、B、ユイ、C、I、D、マイ、まあ、ちなみに B と D はもう JB にいるっていうね。あ、本当ですね。ああ、全然考えてなかった。本当？いるよ、知ってるよ、知ってるよ。 OK です、一緒に言おうか、はい、せーの、 C の I。ファイナルアンサー？これはもうファイナルアンサーだよね。ファイナルアンサーファイナルアンサー正解。キスギ三姉妹っていう上は分かんなかったです私。本当だ、知らん、危なかった。それ姉妹の、ね、上の方言われたらまずかったねまずかったですね。まあ2問目だからこれ、はい、確かに、うん、じゃあ3問目いきます。簡単なの来い。ダーン、バジリスクに登場する将軍とヤシャマルが対決するときに出る漢字4文字のタイトルはどれでしょう。 A 胡蝶蘭舞、 B 神事流流、 C 無名無名、証言って虫みたいな、そう、 D 創始創殺。はい、簡単じゃないですかこんなの、はい、今回は簡単、簡単。ないと迷ってる、迷ってない、迷ってない、迷ってない迷ってない。これ誰と誰だっけと他のやつ言えるレベル、あ、じゃあ A は何、女の子と男の子、ホタルビとそれそれ、目見えない人、あ、違う、ホタルビと、じゃあそれの真似してる、真似してるヒョウマン、違う、違う、あの目ロン毛の人、あ、サチツソな人ね、サチツソな人、あの人好きな、あの変身してるじゃん、そうそう、兄弟の名前わかんなかった、ホタルビ、ホタルビヌーンってやつ、そうヌーンだね、ヌーンの人。で、神事流流はアケギヌとカゲロウ、そう、カゲロウで、ムービョー、ムービョー、出場がヒョウマとヒョウマ、ヤシャマルじゃない方、こう目隠ししてる人と、そうそうそう、名前忘れちゃった、もう全然見ないよ、結構わかんない、あの人
ヌンじゃない人、ヌンじゃない方で、宗師宗達が正元とヤシャマだと思うな。ということで D の宗師宗達、すごい早いね。簡単だった。うん、これ簡単だな。正解、イエーイ。ということで38,880。すごい、やばいね、これライブライン使わないで5万来たよ。やった、来た、5万いっちゃうかもしんないな、これ。じゃあもうダブルミリオン終わんねよ終わんねよ、来月マイさんの誕生日だぞ。そうだぞ、終わらせねよ、終わらせねよ、やめてやめて大人の事情でそういうのなくならないから。4問目、知らないよ。荒紙バースト中にスイカを引くとチャンスになる荒紙は、多分 C だけど。 A ボルグカムロン、 B ボルグカムイ、 C ボルグカムラ、 D ボルグカムジ。カムロン、私カムランな気がするんですけど。でもカムロン、でもこれは全く自信ないですね、やっぱり。ここ、こそじゃないです、やっぱり。これわかる、何言ったことある。いやあるけど、もう名前なんて知らない。ライフライン、これはライフライン行きましょう。本当に無理、わかんない、いいかもしれない。さあ、3択ですね、これだよ。それ行きましょう。じゃあライダー、やったー、オーディエンスだ。皆さんのお力を貸してください。いいですか、問題読み上げますよ。パチスロー、ゴッドイーターで荒紙バースト中にスイカを引くとチャンスになる荒紙の名前は、ボルグの次が欲しい。 A ボルグカムロン、 B ボルグカムイ、 C がボルグカムラン、 D がボルグカムジ。誰か言ってくれないと。教えて、あと10秒、やばい、あと10秒。 B、 10、カムロン、カムイ、カムラン、カムジン、カムジン。 C、 やっぱり C、 カムラン、カムロン、ラン、ラン、ロン、ロン、ラン、ラン。どっちだ、ランだ、ランとロンが、カム、ランな気がする。私もカムランですよ、たぶん。ということで、ちょっとランとロンと分かれちゃいましたけど、どっちかというと声が多かったのカムランなんじゃないかということで。みゆちゃんの、私も C だと思ってた、ね、見てたの、そうだよ。じゃあみんなも信じよう、ね、はい。ということで、せーの、 C のボルグカムラン。はい、ならさイエス、はい、ならさ C だね。正解、すごい。ということで、終わっちゃう、終わっちゃう、マイさん、やばい、番組終わんない。まあもう次絶対出さないから私も1枚かもしれないです。おい、おすごいよ、もうやばい。19万、ダブルミリオンにチャレンジ。まあまあまあ、まだ19万4000。ここから先がですね、そう、次やったらもう終わり、終わんない。まあね。でもあとは何？正解はしたいですね。じゃあごめん。はい。だーん。無理だよ。知らねえし。サリママ町に登場するトドロキ商事の社員の人すべてをフルネームで答えてください。はーい。はい。はーい。一人も知りません。え？まだトドロキ金剛。知りません。鏡慶四郎。鏡京一じゃないの？あ、間違えた。鏡京一一郎、ちょっと、鏡だから鏡圭一郎ですよ、多分。漢字はまあ大丈夫。え、書かなきゃいけない。いや、大丈夫、みゆちゃん、みゆちゃん、絶対どう考えたって9人になって出てこないもん。誰がいるか。トドロキ金剛、これはもう主人公だから。ハゲオヤジいたじゃん。あれはトドロキ、あ、部長。え、部長の人は、あと名前、あ、この人、名前、あれでいいのかな、名前、これで秘書秘書って名前はいない。あミスティなんちゃらって人だ。ミスティなんちゃら、
あのおじさん社長がいるでしょ。社長なんだっけ、社長の名前わかんない、貢献みたいな、貢献すごい、秘書がいるでしょ、あとミスティだった、ミスティだった、ミスティなんちゃら、あと双子がいるんですよ、ミユと、そうそうそう、ミユ平社員と双子2人、サユだけかな、ミサだけかな、ミサミユとミサかな、ミサミユとサユが入ってるんですよ。フルネームでしょ、知らないんだけど、え、それ名字ないですよね、これもある人とない人もあるそれはセリフのところにミユとサユ、サユだけ、ちなみに社長、秘書、部長、係長、あと主人公、平社員が4人、じゃあ、ちょっと出して答えを。金剛、剛健、剛健、ケイシロー、鏡ケイシロー、ミサ、ミユ、雫、ミスティ、ミスティなんちゃら、もう全然覚えてない、秘書、うん、答えはもうだってもう人数が届いてない時点でもうファイナルアンサーとか答える言う資格もないよね。そうですね、答えは、まあ残念でした、はい、わかりました、まあ、これは残念、今日勉強します、双葉っていうのだ、ミスティじゃないし、ミスティじゃない、霧島、あ、霧だからミスティって名前使ってるんですね、部長は部長なの。ひどくない。あ、そう、清澄雫だ、あー、なんか7番の平社員の豪店だった、豪店じゃなくて豪店ね、あ、豪店か、社長が豪店か、双葉、これも違う、双葉、名前出てきたかな、ケイシローはこっちだったね、あ、心刺すか、双葉、双葉って名字出てきますっけ、見たことないね、見たことないですよね、ミサミユは見た、出てこないかもね、え、じゃあ今回4問目まで正解で194,400ゲットで、すごい、残り20万枚ぐらい、あ、あといい感じじゃない、すごい、ちょっと余裕ができました心に。でもさ、今まで運よく前が1000枚以上流してるじゃん、そうなんですよ、でもそれがもしなかったとして、その流した枚数が少なかったら4問目まで行っても結構やばい、やばいな、どっちかが出すのが絶対条件、でもまさに通ってたんで次は頑張りますね、じゃあ毎回行ってよ、軽いんだよな。うちの白鳥さん、カメラ頑張ります、毎回朝と最後に毎回同じこと、もうブレない、ブレない、本当ごめんなさい、でもあれこれクリアしたらなんかいいことあるんですよね、あるよね、ありますよね、ご褒美のためなら頑張ります、頑張ろう、はい、いや、もう常に頑張ってほしいんだけど。そうですね、そうそう、間違っちゃったちょっと、そうそうそう、失敗しちゃいましたけど、ゆうぱくん来たよ、ゆうぱくん、そうね、ゆうぱくんめっちゃ元気なんで、朝から元気ですね、あ、こっちグーしてる、あ、怪我してる、痛いの、かわいそう、怪我してる、めっちゃ笑顔だけど、今日はゆうぱくんが応援に駆けつけてくれてます、ありがとう、ありがとう、おかげで4問目まで正解しました、頑張ります、ミリオンね、グー、こっちのね、手の怪我が早く治るといいね、そうだ、バンドコ当てるから、かわいい、かわいい、というわけで、うん、ゆうぱくんに駆けつけましたが、はい、今回4戦目見事194,400枚ゲットできたので、ありがとうございました、次回もその次も頑張れるようにパワーをください、おお、あのピンポイントで私だけ来たんだけど、ミュウちゃん、ミュウちゃん、ミュウちゃんに、イエーイ、イエイ、そうなの、かわいい、いいね、動きが向いてるね、かわいい、かわいいですね、一番かわいい、じゃあというわけで、はい、終了です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、次回はもっと活躍できるので、はい、頑張ろうね、頑張ります、はい、ということで次週も見てください、バイバイ。はい、はい、お疲れ様です、ありがとうございました、手が熱かったから熱そう、ありがとうございました、バースデートゥー、嘘、バースデートゥー、ハッピーバースデートゥー。
コンもあるよ。取るよ。私もこっち来よう。